皆さん、こんにちは。ご無沙汰しております。ベンマックスです。もう長らく動画撮ってなくてですね この昭和感漂うデスクで、お届けしたいと思います。これですね。当たりました。ミッション・トゥ・ザ・ムーン、ムーンスウォッチですね。はい、これね、渋谷店で、買いましたんで、ちょっとね、中どんな感じか見ていきたいと思います。こうね、オメガのマークとスウォッチですかね。まあ、こんな感じになってます。マイナス23度ってなんだろう。テンプラチャー、温度がマイナス23度まで耐えるってことなんですかね。気を取り直して開けていきたいと思います。出ない。あ、出ました。あ、裏にはこういろんなね、星のミッションのマークが連なっております。オメガスウォッチ。こんな感じですね。私はもうすでに見たんですけれども、結構ね、スピードマスター感が漂ってますよね。いろんな色とね、ありますけれども、なんかこんなチラシが入ってまして、で、使い方の説明書ですね。きっと4月3日結構ね、ちょっと光っちゃってけど、このベゼルなんかはね、雰囲気ありますよね。あと白い、針、地震、分針、ストップウォッチの針。これが、20分の1かな、の積算メーターですね。これが、秒針ですね。これが12、60分計かな？ 60 分計ですね。12時間計はないですね。はい、ちょっとやってみたいと思います。こう1秒ずつステップでいくんですね。仕方ないというか、21秒5という感じですか。21秒5ですね。10分の1秒のスケールになってまして、4.5、3.5とか4.5まで測れるので、20分の1ですよね、多分ね。間違ってたらちょっとすいません。で、あと、これがストラップですね。オメガって書いたのがね、渋いっすよね。スウォッチ、オメガ、コラボということで、仲良く並んでますね。あと、月の蓋がついてまして、ミッション・トゥ・ザ・ムーンって書いてありますね。
感じになります。で、あとは、そうですね、やっぱり雰囲気いいですよね。あのスウォッチみたいにね、真っ平らじゃなくて、この小窓の、小窓というか目玉ですねが少しこうへこんでて、スピードマスターっぽくしてあって、思いっきりここにスピードマスターって書いてありますし、でここでムーンスウォッチってありますね、ここにはちょっと待ってください、スイスメイドってありますね。オメガって書いたのが憎いですね、これね、ここが。はい。で、もう本当にスピードマスタープロフェッショナルみたいな雰囲気をね、醸し出してて。私、スウォッチは結構、アイロニーは好きで持ってます。それでですね、ずっと使ってたやつがあるんですけれども、ずっと使って、あ、ここにもスピードマスターって書いてあってかっこいいですね。ムーンウォッチ。ミッショントゥーザモン。いいですね。これね、僕、これアルミでできたスウォッチなんですけど、これも、アイロニー、スウォッチのアイロニーのクロノグラフですね。これ1990、ここに何書いたんですよね、1995ってあるので、6年に発売、1996年に発売されてるんですよ。でね、その時買ったものなんですよね。ですから、約25年まあ使えてるということになりますね。これもまあかっこいい時計だなと思って今でも大事にしてるんですけど、まあね、推敲のこの秒針とね、ストップウォッチの秒針と違って、なんていうんですか、機械式みたいにね、トトトトトトと動いていかなくて、クォーツのね、ステップ式にこう進んでいくのがちょっと残念ですけど、まあここでカバーしてくれるので、まあ安いですし、いいということにしておきます。よく持ってくれますよね。無理やりこじ開けてね、電池交換しようとしたらこんな形になってしまいまして、今ちょっとスウォッチさんに、スウォッチのショップに取り寄せてもらってます。で、電池の交換はスウォッチのお店に行けば、電池も交換代も無料ということになりますので、その点は安心して使えますよね。自分でととあのね変え電池を変えることもなく、非常に安全に取り替えてもらえますし、そういうところが嬉しいですね。では今日の動画を終わります。失礼いたします。